こんなところに駐車場がありますね。まあ、ここから西条稲荷とかそういう場所に行く場所ですね。今が、あ、なるほどね。ちょっとね、今日は、まあ、だいぶ時間経ったんですけど、開始からちょっと気になる建物があるので行ってみます。ちょっとね、夏、秋ぐらいまで通行止めだったんで通れないのかなと思って、今日はわざわざ歩きで来たんですけども、ちゃんと道がね整備されて車でもなんとか通ることができるんかなっていう感じになっています。向こうにお墓がありますね。家でもあったのかな。なんか家があったような空間ですね、これ。お堂みたいなものがあります。イノシシ注意。
古墳みたいな感じですねこれ。お堂に着きました。すごい長かったですね。お、よいしょ。ああ、しんど。階段200。
よし、これはもう最上稲荷の山の上ですね。昔はあのこの辺までね、あのケーブルカーかなが通ってたそうで、この辺がちょうど駅だったらしいです。まあ、それも、どれぐらいかな、1944年とか、まあ、あの戦時中、まあ、不要なね、まあ、鉄道ということで、まあ、なんかなくなったそうですけど、こんなんが走ってたそうです。1944年、この先にね見えるかと思うんですけども、これはなんかケーブルカーの駅の跡ですね。これがあのケーブルカーの跡です。おお、綺麗ですね。というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。だいぶ歩きました。登りました。多分ここからね、また、なんていうんですかね、車止めたとこまでだいぶ距離がありそうな感じで、1時間以上かかるかなと思います。まさかね、こんなところまで来るとは思わなかったですけど、下は最上稲荷です。ぜひあの興味ある方、まあ、逆からでもいいと思うんで、逆からというか最上稲荷から、最初のなんか最初というかあの展望台というかね、行けます。ぜひ行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。